安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。10月6日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。さて、先週放送がありませんでした。 TBS ラジオショッピング秋のお買い得スペシャル、大沢由里さんのショッピング番組、そして江崎グリコプレゼンツほっかほっか食欲の秋スペシャルが編成されましたので、日曜天国は休みとなり、1週間ぶりということになります。はい、この2週間で随分と秋めいてきましたね。本当にここ2年くらい残暑がさほど、ここ2年くらい残暑が厳しかったんですが、今年は随分と夏の暑さが潔い感じで引いていきまして、はい、本当にもう、去年の9月10月の頭というとまだまだ残暑厳しかったんですが、今日はスタジオになります赤坂、気温が20度、湿度が 83%、はい、非常に重たい雲が上空広がっています。今日の関東地方天気は曇り、午前中と夜は弱い雨の降るところがありそうです。降る地域が限定しづらい雨だそうです。予想最高気温は昨日より5度前後高く、水戸で24度、横浜、宇都宮で25度、東京で26度の予想です。今20度ですから26度までそれでも上がりますね。そして明日7日の月曜日、曇り時々晴れ、最高気温は今日と同じか少し高くて25度から27度くらいというところです。はい、それでも今日26度まで行きますね。行くんですね。だいぶ寒い感じがしています。そうですね、昨日が土曜日とても寒かったので、結構、コートまで行かないですけども、ちょっと薄手のコートが絶対に必要だというような感じでしたが、今日もそんな感じしてますが、脱ぎ着をこまめにしていただいて。そうですね、はい、結構風邪をひいてしまった方もいますもんね。そうですよね、寒くて結構着込むんですけど、電車の中とか、お昼にかけて気温が上がっていって、そしてファッションの都合上脱ぐことができないみたいな人はもう汗をかき倒すだけですからね。ありますよね。そうなんですよ、事情があるから。そういう、それで街中ですごくもう冬を先取りしたおしゃれなファッションしてる人を見ると、もみあげのあたりにこう一筋の雫がね垂れ落ちてたりすると、ああ、と思いますよ ね。ああ良かったと思ったりしますしね。おしゃれは我慢。そうですよ、ファッションは痩せ我慢が基本だと。楽な格好をした時からすでにもうファッションからこぼれ落ちてるっていうことをファッション評論家の方がおっしゃってましたけれども、楽なものを着るとすでにファッションの一線からは転げ落ちてるということらしいですよ。はい、そうかも。これはね、大変何ですか、よくショッピングなどでのセールストークで、大変着やすくてとか、体をあまり締め付けないそういうデザインになっていまして、大変喜ばれておりますというような甘い言葉がありますけれども、ね、それを受け入れるとファッションの一線からは転げ落ちてしまうわけですね。そうなのか。みたいですよ。そうですね、おしゃれな人は絶対口にはしませんけれども、ものすごくファッションってのは辛いらしいですから、ファッショナブルに生きるっていうのは苦行らしいですよ。そうですか、なんですって。私も楽な方楽な方に言ってますけれども、私に対してお世辞を使ってくれる人は結構いるんですけれども、でお世辞だなと分かってても嬉しいなと思う時もあって、でもいくらお世辞でも私のことを、安住さんってファッションセンスいいですよねって言った人はこれまでの40年間一人もいない。そうですか。はい。どんな感じで今日素敵ですねとか言われるんですか。そういうことは全くない。あ、そうですか。はい、言ってるけどさ。なので、私を褒め殺したいのであれば、私に何か依頼事があるんであれば、安住さんっておしゃれですよねの一言が今一番聞くと思います。わかりませんけど、言われてみたいお世辞ってありますよね。ありますでしょうね。
そうね、そうね、なんだろうな、うん、そうですね、中澤さんなんというお世辞が嬉しいんですか。なんですかね、スラッとしてるねとか言われた。これまでは何回か言われたことあるんですか。みんな笑ってる、すごい笑ってる。ないです。ないんですか、うん、それ無縁、無縁だから。そうですか。はい、中澤さんスラッとしてますねって言うんですか。笑ってるじゃないですか。笑ってるじゃないですかって、ね、そうですね、そう、そうね、うん、確かに中澤さんスラッとしてますねっていう人いないですよね多分ね。そうですね、そうなの、うん、そういう感じじゃないから、うん、そうですね、はい、はい、分かりました。さて先々週もお伝えしましたけれども、来週再来週ですね、今から2週間後の10月20日にフランチャイズの千葉県館山市から公開放送を行います。はい、千葉県館山市から公開放送を再来週行います。会場は千葉県立館山総合高校水産校舎体育館、元の阿波水産高校ですけれども海の見える高校ということで大変有名な場所ですが、 JR 館山駅から徒歩で6分7分という大変に便利なところにありまして、公開放送興味のある方は JR で行くもよし、高速バスで行くもよし、また自家用車などを使い、公開放送の会場には駐車場はないんですけれども、人口が5万人近い町なのでなんとかまあ駐車場を探せばあるのではないかな、当然路上駐車行けませんけれども必ず自分で駐車場を見つけていただくということが条件になりますけれども、近所の方からの苦情などももうすでにあるようですけれども、必ず自力で駐車場を見つけられるという方はお越しいただきたいと思いますが、また一方例年通り上げ前生前付きというバスツアー、定員が120人ということですでに締め切りいたしまして、今週の金曜日今週の金曜日10月の11日までに当選された方には連絡をメールもしくは電話でいたします、はい、のでそこまでに連絡がない方は外れたということになりますのでご了承いただきたいと思います。もう応募の方は、ね、締め切っています。はい、そしてバスツアーに参加の方が120名、それから会場は地元の方の席が200、それから関係者席が30、そして椅子席は残り450ということなので、興味のある方は早めにお越しいただければと思います。はい、それから今は各地でゆるキャラくまモンなども有名なところですけども、館山市のゆるキャラ脱兵の参加が決まりまして、さらには2回目のフランチャイズタウン日野原村のゆるキャラ日野じゃがくんの参加も決まりました。さらに日野じゃがくんの友達が何かどっか西東京の方にいるらしいんですけれども、うん、その名前がちょっとよく分かってないんですが、日野じゃがくんの友達も来るらしい。それから千葉県のマスコットキャラクター、館山は千葉なのでチーバくんがいるんですけども、チーバくんも都合つき次第合流するという情報が入ってまして、はい、何かちょっと同僚の主催する鍋パーティーのようなみたいな、脱兵と日野じゃががなんかね友達連れてくるみたいで、チーバはなんか遅れるみたいだけど来るらしいみたいな、だから 1,2 とりあえず3人で多くて5人かみたいな感じですね。じゃあみたいな、ポン酢もう一本買っとくみたいなことですね。ゆるキャラ好きの方はお楽しみいただきたいと思います。館山の脱兵、日野原村の日野じゃが、それから日野じゃがの友達、そしてどうやら千葉が来るらしい。そうですね、神流町は群馬県のあの人気者群馬ちゃんがいるんですけども、はいはいはい、群馬ちゃんはちょっとこの日忙しいみたい、他にスケジュールが入っており不参加ということになってます。 それから出店ですね、体育館横でいつもやっていますけれども、はいはい、今回も地元館山からも6店ほどの出店予定がありまして、嬉しい。さらに先々週皆さんも驚いたと思いますけれども、なんと1回目2回目のフランチャイズタウンの神流町、それから日野原村からも出店があると、はい、
神奈町からはちょっとした海外旅行並みの距離がありますからね。いやいや本当に、はい、ね、本当にありがたいです。神奈町からは、うん、あの2年前に話題騒然となった神奈町の焼きそばを、はい、しかも去年よりも2倍すでに量を用意してる。ちょっと売れ残るんじゃないんですかっていう言葉がもう本当に喉元まででかかったという気合十分で神奈町も檜原村も乗り込んでまいりますので、懐かしい顔を見かけましたらぜひ交流を深めていただきたいと思います。さらに去年一部の皆さんに好評だった TBS ラジオの編成局長古川博史さんが作る博史のチョコバナナ、今年も出店が決定いたしました。昨年度の公開放送では13店舗あった中で唯一の赤字を赤だったんですか。5406円の赤字を計上したというひろしのチョコバナナがあのチョコがあのうまく固まっちゃったりとかして使えなくなっちゃったりしたのかな。前半、うん、チョコバナナが上手にできなかったというそういう言い訳はいらないんですけれども、ひろしのチョコバナナ材料原価が16,906円、売上が11,500円、赤字5,406円。現実ですね。非常にあのない予算の中でやってる中で5000円の赤字ってのはこれはね、しかもね、本来であれば予算のこととかいろいろプロデューサーなどにねキリ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 と説教する編成局長が自ら16店舗もある中で自分の店で赤字を出したという。ひろしのチョコバナナ、去年は5406円の赤字になってますので、今年は何としても黒字を計上していただきたいということで、ひろしのチョコバナナ、もう今年赤字だったらもうないですね。それから日曜天国はプロデューサーが3人計4人これまで担当してるんですけれども、はい、4人歴代プロデューサーが手伝いに来るんですけれども、うん、まあ、大体偉い人が手伝いに来てもやることがないということが往々にしてありまして、はい、ならば歴代プロデューサー現プロデューサー以外2名いますので、はい、その歴代プロデューサーに豚汁を作ってもらおうということになっていまして歴代プロデューサーの味の濃い豚汁いろんなね船頭を多くして船山登るみたいな感じになりまして、はい、まあ、こうね支持する人間ですか、そういう人間同士が集まるとどんな豚汁になるんだろう、いやいや豚汁ってのはいろんな味が入ってた方が美味しいんだという、そういうような思惑で始まった歴代プロデューサーの豚汁ですけども、そう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 ここはなかなか優秀で、去年は原価材料が 24,279円、はい、売上が 48,400円、 24,121円の黒字を計上していますので、おここは今年もなかなか期待のできる出店になっておりますね。私たちはなんとかこの出店で少しずつね、黒字を確保して番組制作に役立てたいというそうなんですよね、はいはい、うん、決して慈善事業でやってるわけじゃないですからね私どもは常に利益を追求する民間企業のその活動の一端としてやってますからちょっとでも今年は弱いので、もう一つ強力な出展を現在計画中です。お日曜天国にはずいぶん昔から水彩画の巨匠永山優子先生という方がいろいろ協力してくださっていまして、はい、日本の今の画壇の中では水彩画ではもう確実にダントツのトップと言われている、日本で一番最も売れる水彩画家と言われる永山優子さんなんですけれども、はい、日曜天国のポストカードの原画などを担当してくださっておりますが、うん、この方が少し変わった先生でございまして今回も公開放送のバスツアーに応募をいただいているんですけれども、はい、その応募をいただいたお便りの下に、うん、今年も何でもしますって書いてあるんですね、去年もチョコバナナの売店のイラストなどそうでしたね、素敵な看板を大きく、そうですよ、水彩画の巨匠が、はい、もうなんか、映画の看板みたいなペンキ塗りみたいな看板書いてくださいまして、はい、ものすごいインパクトで、はい、まあ、一部の永山優子先生の関係者からは先生の画風がブレるのでもうこれ以上接近しないでくれなんていうふうにも言われているとは話聞いてますけど、ね、聞いてます。永山優子先生、うん、ちょっとやっぱり筆をお借りしたいっていうところはあって、はい、何かこうよくある
似顔絵描きます500円とかね、あの色紙におしゃれなちょっとした文字と一緒に1500円とかありますよね、よくね、はい、そういうのお願いしようかなと思ったんですけれども、私は永山優子先生の絵の才能ではなくて、おしゃべりの才能の方に注目してますので、水彩画の巨匠永山優子のスナックを出します。なるほど、スナック優子、これ今年の目玉になると思います。おしゃべりの方を、絵の才能をあえて封じ込めて、絵の才能ではなくて、お話の方の才能を取りまして、スナック優子、優はひらがなで子供の子だけですね、看板は藤色がいいと思いますが、なるほど、ママなんか絵うまいんだってっていう、そういう、そういう話のできる店を出したいなと考えています。なんかママ、学生時代絵やってたの？いやいや、そんな昔の話ですよなって、まあまあなんていう、いいんじゃないかなと思うんですけどね。永山先生お話面白いですからね。本当に、スナックのママと言われるとそういう気もしますしね。そうですね、スナック優子、スナック、すごく座りがいいですね。そうですね、名前だけですけどね。そうですよ、そして、お客さんで入られる方は、水彩画の巨匠として接してはいけませんね。スナックのママとして、いろいろ問題がありますので、お酒は出せませんので、多分コーヒーなどが出されると思いますので、もう白井ちゃんお久しぶりなんて言ったらコーヒーが出てくると思いますので、お楽しみ、すごい、なんかちょっとね、いろいろイメージが具現化しているような、ぼやけているような、なんか一進一退の感じもしますけれども、それから、永山優子先生には、まだスナック優子の件は話してないので、なんですね、何でもしますって書いてますんでね、スナック優子の出店希望。公開放送は再来週の10月20日日曜日、千葉県館山市で行います。ちょっとやはり東京からは距離がありますし、なかなか交通費もかかると思いますので、無理をなさらない程度に興味のある方はお越しいただければと思います、はい、さて今日のメッセージテーマはこちらです。食欲の秋。愛知県田原市小袋さん、40歳男性の方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。私が中学生の時、クラスにあきちゃんという女の子が2人いました。一方のあきちゃんは陸上部のエースで、足が速く、しかも体育の成績はいつも5というスポーツ万能少女。もう一方のあきちゃんはぽっちゃり体型で大食漢、お昼の給食では男子とおかわりを奪い合うほどの大食い少女。勘の良い方ならもうお気づきでしょう。スポーツ万能のあきちゃんはスポーツの秋、大食いのあきちゃんは食欲の秋というあだ名がつけられました。名付け親は担任の先生です。どうだ俺の命名センスはと言わんばかりの担任ですが、スポーツのあきちゃんはまんざらでもない感じでしたが、食欲のあきちゃんは思春期にとんでもないあだ名をつけられ、複雑な表情をしていました。いや、そうでしょう。それでもめげずに、秋だけではなく毎日給食のおかわりを続けた食欲のあきちゃん、今ではいいお母さんになっていると風の噂で聞きました、きっと子供たちもすくすくと育っていることでしょうね、そうですね、はい、今の時代だったらちょっと問題になりそうな担任の先生の発言ではありませんか、はい、そうです ね確かに、はい、まあ、この方40歳なんで私たちと同じ年だと思いますけれども、そうですね、あの頃はありました、あの頃はありました、はい、今はこういうことをやると人権問題ですぐ新聞記事になっちゃったりするんですか。ね、そうですかね、なるほど、そうですか、2人のアキちゃんがいた、へ、なるほど、そうですか、スポーツのアキと食欲のアキちゃん、確かに食欲の秋っていう名前、ニックネームがつくと、まあ、そうね、そうね、女の子は傷つくかな、そうね、傷つくでしょう ね確かに。府中市ムンクの叫びたりさん、47歳女性の方、ありがとうございます。秋に新米が出ると時々週末にご飯大会を開きます、ご飯大会とはおかずを作らずにご飯に合うものを並べて思いっきりご飯を堪能する我が家の食事のことです、明太子、漬物、納豆、肉味噌、ふりかけなどなど並べます。
もうご飯が進む進む、うん、おまけに面倒なおかずを作らずに済む割には、はい、家族みな大満足なので文句も出ません。週末にはもってこいの食事です。今日のご飯は何？今日はご飯大会。これが我が家の秋の風物詩です。いいですね。いいですね。秋は本当新米が美味しくて、本当に美味しい新米いただくとおかずはいらないなって思ったりしますよね。あと本当にご飯に合う明太子ふりかけ、うん、いいですよ ね、 いいですね。梅干し、あ、いいですね。肉味噌、いいです。南蛮味噌とかもう本当に漬物、自分がバカなんじゃないかっていうぐらい白米が入りますからね。あれあれあれっていう。そうですね、おかしいぞっていう感じありますよね。そうですよね、本当白米美味しいと本当びっくりするぐらい入りますよね。っていう感じの、世田谷区半沢寝起さん55歳男性の方、ありがとうございます。面白い。先日こんなことがありました。夕食を食べにラーメン屋に入り、ラーメンとチャーハンと餃子2人前ねと注文したら、なんと全部2人前来たんです。もちろんラーメンとチャーハンプラス餃子2人前のつもりだったのですが、はい、そこで揉めるのも格好悪いし負けを認める気がしたので顔色一つ変えずに全部食ってやりました。食欲の秋ですね。もちろんその店にはもう二度と行きません。よく食べましたね。さすが、あっぱれですね。あっぱれですね、私も18歳くらい食欲がものすごくピークだった頃、ラーメン屋さんに入ってまず醤油ラーメンをいただいて、その後同じテーブルで水のおかわりを1杯挟んだ後に味噌ラーメンを食べ、そして水のおかわりを2杯挟んだ後に塩ラーメンを食べたことがありますね。で2杯まではいるけれど3杯は珍しいねお兄ちゃんって言われたことがありますね。初代のラーメン屋さんでしたけれども、この間懐かしくてちらっと前を通りましたらもうなくなっておりましたね。皆さんからのメッセージをお待ちしています。E メールのアドレスはすべて小文字でにちてん @tbs.co.jp。 にちてんの綴りは nichiten でにちてん @tbs.co.jp です。抽選で5名の方に何かと便利でシュールな表紙があなたの日常を演出、にちてんノートを、3名の方にはカルピスセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方にオリジナルポストカード、今週から新しくなりました切り絵作家福井梨沙さんの制作によるラジオの現場をお送りします。今日のテーマは食欲の秋、皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今日の1曲目、船橋市みるみるさんからのリクエスト、ミーシャさんで包み込むように。